279枚。まあ大丈夫やろ。大丈夫、起き上がる、起き上がるよ。せいやは起き上がる。え、そんなバカな、そんなバカな。ガッててないですか、あの人。すごい遠くにいる。はい、僕が抑えましたのはこちら、地獄少女宵の時のですね、当日340ゲームで前日は46ゲームやめですね。今まあもう朝から言ってる通り本当に負けにくい台ということで、多分ねバラエティコーナー自体は数量多めだと思うんですよ。なので数置きと仮定して386ゲーム459ゲーム地獄ゲームに一応チャンスゾーン当選率が3割4割とあるゾーンがありますので、そこら辺も狙いながら、まあ、天井目指していこうかなと思います。お、ゼリー、お、赤、これはおるじゃろ、多分。まだたまんないでほしいかな、うん、キス設定だと SP モードがループが 75% でループするんで、もし本当に SP モードにいるなら、発見ですよ。あれ、氷河、いや、赤い、 あれ、赤くない、赤、全然チャンスアップが来ない。あれ、あれ、あ、時計ステージ、まだ演出があるかな。あ、これでポイントがたまりますね。1000ポイントいっちゃうんで、これどうなる、もう一回赤が、もう当たってるなんて。はい、344ゲームでいただきました。総投資が2万2000円です。2万2000円、頑張ります。次こそは、めっちゃ来い、おおお、うまい。あ、さっきもね、ここまでは良かったんだけどな。もうハラハラしたくないから確定させたい。お、いいんじゃない、でしょう、でしょうね。よし、これで2個はもう確定。まだ準備中ですから、あと1個もう強調を引いちゃえばいい。すごい強引な力技っすね。いやでもそれでもここは決めたいな。最低でも1回の 50% クリアすればもう当たるわけですから。まず私誕生日なんだ、お願いします。はい、次、さあ2個継続確定はいただいております。誰が来るんだ、バイアン、ちょっと待って待って、アイザックごめんなさい、キャラクターが覚えられない。60%、まあアイザックどうかな、 70% だかでもたりするけど、さあいけるでしょう。お、これはこれは、うん、まあザッカやばいるんだけど、気づいたら背後にリードが、めっちゃ見てる、背後にリードがめっちゃ見てる、やだ、
勝利やっぱり曲げてほしいわけですよ。でも勝つももう勝つ勝つ絶対勝つ。やばいねここで。いや。聖夜出たりとかしたらまあ、まあ、赤は確定なんですけど。うるさい、うるさい、後ろ。キャラクターによるよね。うわー普通。ちょっと。ちなみにこれ 50% なんですかね。どっちから？うわあ。お、チャンス。大丈夫だなこれは。もうもらったな、もらったな。はい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 、はい。マジかー。失礼します。おお、ありがとうございます。マジっすか。カーラさん、50%？50%で勝ったんですか。60%って書いてましたけどね。あ、まあでもまあ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 いやいや、まあまあまあ、あの何そんな、あの2個継続ストックしてたんで。ああ、見ました見ました。はい、マジか。このゲーム数によりますね。え、まだ、え、ま、え、待って待って、まだいるんすかここに。いや、いますよ。いや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 、いいっす、いいっす。ペガサス覚醒までいますよ。あ、いい、いますいます。いいです、アテナ覚醒かもしれないですし。アテナ、そう、アテナ出しちゃうかもしれないんで。かもしれないですけど。いや、もういい、いいですよ、います、もう、もう誕生日だし。いやいや、いらない、お祝いいらない。誕生日だし。すごい、うるさい、なんかすごい、すごい、やる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 。マジか。ちょっと見なきゃね、一応。マジかだな、こっちが。ノコノコやってられんよ、こっちも。めっちゃ見られてますけどね。はい、こいつは勝利確定のやつですね。はい、はい、あー、いきー、かっこいい。はい、とりあえずラッシュはいただきました。はい、今年は2万2000円ですのでしっかり取り戻したいと思います。アテナ来ないかな。 0.8%。 ペガサスですね、ペガサス覚醒。よしよしよし、魔王だからな。あー、止まらん。止めてる、早く引きたい。振り分けが、振り分けが、振り分けが、ちょっと無残だ。いや、もう本当いないで。いやだ。いや、カットに来ないしさ、20ゲームとかも乗らないし、ラスト3ゲーム。CB も引けない。そう、100か、これ。大きい？よしよしよし。まあ、まだ続ける、まだ続ける。ああ、終わりか、終わりか、終わりか。ひどいよこれ。いや、悪い顔して見てるよ本当に。いや、もう、い、私今までで最低です、このゲーム数。120とかかな、最低。120もなかったかもしれないけど、多分最低ゲーム数です、ペガサス覚醒。まあでもね、まあ、3桁もらえるやつなんでね、しっかり伸ばしたいと思いますけど、ここから。はあ、ちょっともうリノさんの後ろからの笑い声がちょっと耳から離れないんですけど。くそお、何でしょう。あ、チャンス目。まあ、とりあえずのせる10ゲーム。
からの4分の1。弱中で乗せニューゲーム、いけ、よし、抜けた、ここまで行きました。点です。いやー、チャンスアップがないけど、お願い、よし、アタックゲット、ゲーム数消化ですね。よし、まあまあ普通の上乗せでも全然いい。おう、ミロ、ミロどんなもんだったかな。ゴールドセイントバトルですね、いただきました。最低保証2回まで継続して 5.5 連平均、まあ50ゲーム60ゲームぐらい回せたら、あ、50ゲーム60ゲームぐらい乗せれたらいいかなといったところです。よし、いきます。まあでも3桁は目指したいかな。もうゲーム数全然残ってないので頑張ります。まずはね、ここは継続してくれるので。10ゲーム。ここも大丈夫ですね。2回までは絶対勝てます。起き上がる。いや、大丈夫なはず。勝ちます。いいゲーム、ここからですね。よし、レント、大丈夫か。よしよしよし、カットイン、お、いいよ、大丈夫大丈夫、きっとこれは勝てるぞ。ここね、こまごまと10ゲームずつですけど、お、いっておる。スイカかー、いいよ、また勝てそう。なんか強いの来たな。でもこれを逆に返せると、うん、強いのでは。あ、普通か、必殺技的なのは出ない。10、よしよしよし、チェリー、おお、今日チェリー、よしよしよし、これはまた似ている、うん、着チェリー、そんなバカな、うん、カットします。まずみんなよく引きますね。そっか、
ティッシュな。やばいかも、ちょっと危ないかも。大丈夫大丈夫、あこれはもう倒れてしまったかもですね。あ勝たなさそう。60ゲーム、まあ平均ですね、平均分ぐらいは乗せました。かな、あれまだ赤にいる。おお、なんか強い。どうしたの。おお、赤字来て、あいますね。センターアタック、強化の上乗せ。あ50あれば、100いったら嬉しい。まだまだ、あ30かきついな。まあ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 、これででも100ゲームぐらいまで復活しました。おお、おお、え、でかっ、直乗せでめっちゃ乗った、びっくりしました。もう離した瞬間出てったんで、チャンス目で100ゲームは乗せ、うん、助かります。びっくりしすぎてリアクションが薄かったはい、で、さらにチャンス目なんで上乗せ特化ゾーンの抽選。いやもういくらでも、パルマ、はい、失礼します。キティス、よし、アタック、これは上乗せかな。はい、シュン、おお、これはね、でもねあんまり関係ない、あ、30、はい、そんなもんです。なんか引きましたかね。ちゃんめ、712ゲーム。チャンスゾーンはあるのかしら。おお、チャンスゾーン呼びましたよ。はい、チャンスオン終わらない夜行けましたと。まあチャンスオンのレベルが4つあって、まあこのチャンスオン自体はそこまで高いレベルではないですね。ものがいいほど ARD 突入率は高くなるとなります。ベルカレア役、あとは3択チャレンジみたいなのあるんですけど、それに成功すればその時点で、おお、その時点で ARD 突入あるんじゃない。724ゲーム、あーまだだ、残り3ゲーム。あ、来た来た来た、3択来た、フリーズしてますんで、これはね間違いなく順押しなんですよ。ほら、オッケー。
まあ間違いなくって言ったのは適当です。はい、OK。 とりあえずはですね、725ゲームチャンスゾーンから当たったわけなんですけども、持ち玉ギリギリですね、残り13枚入ってまして、投手は4本という形になりました。で、先ほどまあ MB 後のボイスなどを聞いて、間違いなくストックあると思います。で、先ほど459ゲーム、まあ強気でもまあそのまま変更でもっていうところで前兆が発生してないので天国準備の可能性は高いんですけども、まあ設定しちゃったら天国準備から天国に飛ぶ可能性が 15% しかないんで、まあ、LT 終わったらそのままやめようかなと。はい、ブーンって出てきますよ、ブーンって。はい、ありがとうございますと。はい、狙ってみます。はい、ここからですかね、レバー叩いてフリーズを伴ったような気がします。いきます。はい、 OK、 ストックありましたね。なのである程度ゾーン狙いをする際とかは MB のボイス聞いて続けるか否かの判断を下した方がいいですね。 OK、 これで最低2連はします。まあ、ゲーム性としては今リンネ転生ってなってるんですけども、おリンネ転生で、まあ天まで行けば 50% ぐらいあるのかな、継続率。まあもっと低かったかな、リンに転生までで多分6、7割ぐらいあるんで、ちょっとね今 MB 引いたばっかりなんで、ここでほぼね強ベルになるんですよ。 ART 中は終わって滑って、これがね肝っす。2ゲームあるんで、行こう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 。おお、いいね。これで間違いなく天までは行くんで、はい、で天まで行きましたね。おお、いいね、マジか。あ、よしよしよし、今日ベル、もう1ゲーム、ああいいな、アンポンタン、大丈夫でしょう。よし、早い。でもう1段階いけば継続は確定なんですけども、そこからは ART ストップを目指していく形となりますね。ここはさすがに大丈夫でしょう。まあ、ストックもあるんでね。はい。え？まあ、あ、風が出てますね。風が、ここから風出るんですよ。へい、はい、2セット目。風出ますからね。どうなんだろうこれ、風が臭かったらどうなんだろうマジで。ありえそうっすよね。今の風は臭くなかったですね、ちなみに、ちなみになんですけど。やばい、一段も上がんねえ。ここはさすがにストック消費するのかな。あ、上がるか、内部的には上がってましたね。10ぐらいまでいかないのね、結構厳しいんですよね。あ、10までいった、よし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 。
チャンスアップ、おオッケーオッケー、大丈夫ですね、続けたいです。うん、風来てますね、風がエアーが、うん、今回のエアーも臭くない。何セット目、おー根から始まってる。今投手が4本なので今獲得枚数200枚で投手はまくってます。今河原さんどうなったんですかね、あれから一度も、まあ、バラエティコーナー見には来てないので、もしかしたら続いてる可能性もありますね。 ART はサプライズ10はない、ないね、ね、でジャッジ。ここは一体何次元、大丈夫かしら、反省が足りないようだ、思った、フラフラ、お次はロッククライミング、おお、おていうか払い出しないんだけど、多分これボーナスじゃない、風来たし、ほらやった、これで200枚のボーナスになります。いいとこで引きましたね私、はい、 OK、 トータルが493枚、よしよしよし、まあストックはできなかったですけど、やっぱボーナスつけるっていうのはね、枚数が稼げれるんで、ここはでかいっすよね。緑とかねえかな、おっいいとこで引いたね、よしよしよし、いいよ、もう一丁、あー2発いった、天までいくかもしれないですね、背はね、まあ本当ベルじゃ上がらないんで薄いんで、こういったレア役っぽい、あーいったやろ、大事やろこれは、大事やろさすがに、オッケー、はい、一番低いところでジャッジなんで、さすがにストックがなければ続かないんじゃないかなと、あー赤、反省が足りないようだ、ちょっとチャンスアップ、もう一個ぐらいは、うわーチャンスアップねえな、終わるかも、うわーだよな、どうだ、あー終わりか、まだ分かんないですけどね、よしよし、危ねー、このびっくりパターン多いんですよ、このダナイは本当にありがとうございます。まあストックは間違いなく使ってるので、あと残りのストック個数ですよね、ほんとはもう昇格させて、まあ緑ダナー揃えて、そこでまあストーリー進めてストック
取っていったりとかっていう流れが王道なんですけど、ずっと赤なんで、これで上がりますね。ちょっとな、ここら辺で、まあ、10くらいまで上げないともう厳しいかも。乗せます。おぉ100乗せますね。やっぱ大体の乗せがでかい。じゃあちょっと見てきていいですか。いや、やだ、もったいないで、もったいないで。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。